国会開会の前日、9人の被爆特使が自らの被爆体験を語る世界一周の旅に横浜港から出発しました。この被爆特使という新しい制度は、総理が去年の広島原爆の日に約束したものでした。今後は被爆者の方々が例えば非核特使として日本を代表してさまざまな国際的な場面で核兵器使用の悲惨さや非人道性、平和の大切さを世界に発信していただけるようにいたしたい、こう考えております。この宣言からおよそ1ヶ月後、実際に被爆者の方々に対する被爆特使の移植が始まりました。以来すでに17人がこの任務を帯びて、いろいろな国を訪れたり来日する要人に証言を行ったりしています。そして新たに今回の9人、最年長の坪井進さんは82歳です。広島の工場で被爆し、自宅では母親が死亡、父親も若くして亡くなりました。私は私の家が今の広島の平和公園の中にありました。その時にいた町の人は全員が亡くなりました。その悲劇は本当に言葉で言えないぐらい悲しいことでございました。そういう実態を皆さんに伝えたいと願ってます。これが今回坪井さんに届いた政府からの移植状。提案者である菅総理は、かつて広島や長崎の原爆記録フィルムを公開していく10フィート運動に関わっていました。広島長崎で、被爆をした人たちの直後の様子をフィルムに収められたものをですね、上映するというのを、私も自分の事務所や仲間のところでだいぶやりました。もう背中一面焼けただれた方だとか、いろんな場面が、かなりリアルに出てきました。被害を受けた人の生身の言葉っていうのは、私は何よりもですね、説得力というかリアリティがあると思うんです。乗船メンバーで最年少の坂口博子さん、被爆特使としては初めての被爆2世です。被爆2世というのは、親の体を通して原爆放射線の影響を受けているわけですから、被爆者と同様の思いを持っております。被爆2世というものに政府がそういう目を向けてくれるとはちょっと思ってなかったので、すごく嬉しいし、責任重大だというふうに思っております。最終的にはすべての国から核兵器を廃棄していくというところまで来たときに、これは人間のというか人類の大きな進歩になると思いますね。今回の被爆特使9人は NGO ピースボートの船で世界を巡ります。代表して出航式で挨拶したのは先ほどの坪井さん。ノーモア広島、ノーモア長崎を強く願っています。核の廃絶を最大限、廃絶を目指して最大限の努力をしていきます。私が協力をお願いした延べ26名の非核特使の皆様が被爆体験を語るため世界各国を訪れています。核軍縮、核不拡散の重要性を引き続き訴えていきます。被爆特使の皆さん、この度は船で世界を回りながら被爆体験を語っていただくということで、本当にご苦労様です。大変こう大きな崇高な仕事だと思ってます。どうかお元気で、行ってきて、そして元気で、帰ってきていただきたいと思っております。被爆特使9人を乗せた船は明日2月5日最初の寄港地タヒチに到着。いよいよ訪問国での証言活動を開始します。その後4月18日まで地球を一周しながら核兵器のない世界を訴えます。行って